そこなら誰かに見つかる心配ないし、少し休めるかも。おう。やっべえ。正直どこ見ていいやら。やべえ、無言に。夢とは言ったものの実際になってみると超緊張するよ。第一こんな S 級美少女と狭い密室二人きりとか。なんか下でライブやってる。え、どこどこ、どここのすぐ下、あそこイベントスペースのところ。やばい、水原に触らねえようにしねえと。とわごめん、条件反射で。いや、俺の方こそバランス崩れて。とにかく別の話を。今日はありがとうな。え、やっぱレンカノって大変だな。まあ、あと水族館で怒鳴られたりとか。好きよ。え、好き。いろんな人と会えるのは人間観察にもなるし、いろんなところに行けるのは人生経験にもなる。レンカノがってことか。やば、なんか恥ずかしいことになっちゃった。やっぱ、ね、いつだってポジティブで前向きで。わ、すごい、どうも上から見える。自分の仕事に誇りを持ってて、やりたいことやってて。俺のやりたいことって。